they see a guy with a camera, they kind of go around you. That's right. Oh shit, there's a camera. なんか下がるとこない。あ、なんか失敗するみたいな。そんな顔になんない。でも、匂いはね。あの、もう一つのやればね、すごい。うん。痛いよね。あ、すごい。あ、ついちゃった。ついちゃった。 すいません、一言言っていいですか？はい。電話するから。コーポレーションです。ああ、いいです。I love your action. すごい。ありがとうございます。朝実際こう生放送でいかがですか？
Oh, you know what? It's always enjoyable to sing. And the morning time is never fun. Mm-hmm. 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 まさに歌姫と女王の共演でございます。さあ、その大層心に火がついてますよね。暴れてますよね。さあ、その世界中で大ヒットしているCall Me Maybeなんですが、ミュージックビデオにはあるこちらあることでも話題になっているんです。こちらをご覧ください。 Call Me Maybe イコール私に電話してくれるのタイトル通り、こちらのミュージックビデオは一目惚れした男性に電話番号を渡そうとするストーリーなんですが、なんとその男性が実はゲイだったというのがオチなんです。そんなミュージックビデオをパロディしたとんでもなく面白い動画を ZIP が発見しました。オチが違う。